いやガチガチに凍ってますね。やれる場所は限られた釣り堀、今日はニジマスを狙っていこうと思います。ここぐらいしかできないんですよ今。こんな感じでね、こっちはがっちりです。行きましょう。スペースモンキーズ TV。 さあここから入っていくんですけど、ケルベロスがいますよ。番犬がどうやら大丈夫だったようです。このフィールド朝方 80% 凍結だったんですけど、この時間になってようやく釣れるところが増えたみたいですね。いつも私たちがやってるフィールドが全面凍結なんで、できるところでやろうということでここに来ました。釣っても難しそうっすね。番犬 X。 はい、ウェルカムセースモンキーズTVへようこそ。先はですね、全面凍結している県内の池をいろいろ回っても釣りにならないので、今日はね、管理釣り場でニジマスを楽しみたいと思います。魚のね、引きが欲しい。ただそれだけです。ただね、ここの缶釣りもご覧の通り凍結してて、ボートを出して割ったそうなんですけど厳しいみたい。ちょっと後ろ見てください。番犬 X がついてきたんですけど。かわいい。よし、次はオーソドックスにスペン。次、デカめのスプーン。何にもないっす。何にも返事がございません。やばい、メタルバイブ。もうなんか今日も激沈な気がしますね。やべえなこれは。あまりこれね、近くまでリフト&フォールしてきちゃうと、これ石入ってるじゃないですか、こんな感じで。この石に見事ねルアーを持ってかれるんで怖いっすね正直。いやー、そこズル引きの高速巻きとかやってみますか。バーってスーパーリアクションバイト。本当はこうやってルアーが落ちて、マジっすか？マジっすか？やばい、いちいち先輩は釣り上げました。あ、バレた、バレた。え、ただ巻きっすか？ズル引き、ズル引き。いやでもなんか夕間詰め、この時間になってちょっと風が吹き出したら当たり出だしたかもしれないですね。今はチャンス。結構近めにいましたね。さあ、ごい。おお、ほほほ、表層付近まで勝ち上げてきましたよ、今、魚が。そういう時間？食事時だね。食事時ですか？始まった？今、多分映ってたと思いますよ。食事時の魚。はい、徐々にね、氷がこちらの方に流れてきて、もう、釣る場所がもうここだけしかないという、非常に、ニジマスの、管理釣り場なのですが、自然のね、野池に近いような形のフィールド。厳しい。